山盛りの伝票は何なんですの？仕方ありませんわね。手伝ってあげるから片付けちゃいなさい。ちょっと、これも無駄な出費じゃありませんの。こうまで無計画に収支を扱ってるなんて、これじゃ儲けが出るはずないですわ。ねえ、なんなら代わりに私が帳簿をつけてあげましょうか。こう見えても私は知識を司る天使の一人なんですからね。細かなやりくりなんかちょちょいのちょいでできちゃいますわよ。無駄な出費を抑えればサービスの向上にもつながりますわよ。新しい食器を揃えたり内装を良くしたりとか。どんとお任せされちゃいましたわ。私の魅力が忘れられなくてフラフラ来ちゃったんでしょ、男の子。今度のおすすめはズバリこれね。効き目バッチリのこんだけ。さあどうだ。ありがとう。お客様はもう神様です。ところでさ、あんたの名前ってなんて言うの？常連さんなんだから名前くらいは知っておきたいじゃない。ふむふむ、ライね。覚えとくよ。うんうん、感謝。でもまたのお越しお待ちしてます。おい、そこの少年。そうだ、君はこの町の子供だな。ならば一つ教えてほしいことがあるのだが、町の外れでどこか泊まれる場所を知らないか。事情があって盛り場の近くは避けたいんだ。贅沢は言わない。夜露さえしのげればそれで構わないが、どうだろう。いや、せっかくだがそれは遠慮しておこう。ですが、万が一の時子供を巻き込むわけにはいかぬだろう。敵のやり口を考えれば用心しておくべきだ。確かに。余計な手間を取らせてすまなかった少年。行くぞ。やっぱり気のせいだったのかな。うん、実はね、
なの。夕べ寝る前に窓から外を見たら、ゆらゆらした光がスーって畑の上を横切っていったの。それがちょうどこの辺りだったから見に来たんだけど、それが何にもないんだよね。お野菜にも別に変わった様子はないし。だよね。うん、きっと見間違いだったんだよね。そうなのかな。むいむい。そうだよね。頼りにしてるよ、親方。むい。龍のことはうまく仲直りできたかな。いいんだよそんなことは。ただあれからすぐ街中で乱闘があったようだけれど、あの騒ぎもやはり君の言っていた悪人が関係しているのかい？そうか、無職の派閥のクラストフ家か。これでもかつては軍属の身だったからね、無職というものの恐ろしさも間近で見たことがあるよ。関わるなと言いたいところではあるけれど、手遅れだろうし、何より君は承知しないだろう。謝らなくてもいいさ。だけどこれだけは心得ておいてほしい。連中は目的のためなら、相手が子供であろうと決して容赦はしない。くれぐれも気をつけて。困ったことがあったらいつでも相談においで。私にできることならいくらでも力になってあげるからね。ありがとう。十分に気をつけるよ。心配はいらないよ、ライ君。そうさ、心配なんか私には必要ないから。待て。血の匂いだ。かなりの深手らしいな。クラウレなのか。いや、アニジャではない。これはおそらく人間のものだな。どこへ行く。今の俺たちには無関係だぞ。さえやられてなかったら。泣き言は騎士には似合わないよな。おいらは最後まで諦めないぞ。しゃあ。君は一体。無茶だって。そいつらは野党なんかとは違うんだぞ。赤き手袋の暗殺者だってことですよね。危険な相手なのは分かっていますから、心配しないでね。結局のところ無関係じゃいられないってことなんですよね。仕方がないってば、ポムニットさん。人助けしてんだから愚痴らないの。帝国軍陸戦隊所属、
トレイユ駐在武官グラッドだ。赤き手袋の総区名、神聖皇帝の名のもとに裁きの刃を受けよう。ジャー。
もらった。はい、しましょうか。お祝いはやめるんだ、このバカ者。それよりもまずこの人を手当てしてあげる方が先だよ。ああ、見逃すのは悔しいが、ルシアンの言うことが正論だな。どれどれ。ふむふむ、足の方はどうやら骨までいってしまっておるな。が、他の傷は致命傷をギリギリで避けておる。よく守って戦ったと言ってもよいだろう。分析はいいですから、とっととどいてくれませんこと。早く治癒の奇跡を使いたいんですけど。おお、それなのだが、骨折した足の方には使わないでくれぬか。なぜですの？説明は後でする。ともかく止血から最優先で頼むぞ。わかりました。応急処置が済み次第ここを離れた方が良さそうですね。じゃあ私の家まで運んであげてください。薬や包帯なんかは一通り揃っていますし。じゃあ氷をお願い。体力を消耗して熱が出てるみたいだから。それがお前から見た我らの素直な印象か。確かに我々はこういう平和な町には不似合いだからな。ルバイド様、そんな風に面白がらないでください。ただでさえやたらと不審の目を向けられて困ってるんですから。すまん、イオスよ。笑い事じゃないですよ。
もしやその怪我をしたという少年は赤い手袋をした暴漢に襲われていたのではないのか。ルバイド様。ああ、アルバに間違いあるまい。無事だったか。その少年のところまで僕たちを連れて行ってくれないか。おそらく僕たちとはぐれてしまっていた仲間だと思うんだ。目が覚めましたか。ここは私の家のベッドよ。手当てをするために運んできたの。ありがとう。それとごめん。気にしないで。それよりあんた何者なのよ。赤き手袋と戦ってたからには理由があるんでしょ。ちょっと助けてもらっといてだんまりなわけ。まあまあ姉さん怒らないでよ。誰にだって言えない事情の一つくらいあるものじゃない。いや、悪いんだが、それで済ませられることじゃない。グラッドさん、町のすぐ近くにあんな連中がいるのは無視できない事態だ。帝国の駐在武官として君には事情聴取を受けてもらいたい。オイラは。はい、どちら様。いつもノコノコしないくせに。さっさと入ってらっしゃいよ。あ、武作法を承知で上がらせてもらうぞ。どちら様。やはりお前だったか、アルバよ。ルバイド特務隊長。知り合いなんですか。何をやっていた。今の今まで。単独での戦闘は絶対に避けるようにきつく言い聞かせたろう。すみません、イオス副隊長。無事だったからいいが、もし万が一のことが起こってしまったら我々はレイド殿にどう釈明すればいい。ルバイド様の立場というものも。よせよせ。ですが、とにかく今はまず傷を治せ。処分も含めた今後のことについては追って伝える。はい。貴公の服装、帝国の陸戦隊のものだな。はい、そうであります。詳しいことの次第は責任者である俺から説明させてもらおう。任務上、我らが所在を公にするのはあまり好ましくないからだ。そういうことだ。それ以前に怪我人が寝てるそばで話すのもあれでしょ。誰かさんに怒鳴られてかなりしょげちゃってたしね。でも心配だな。また暗殺者たちが攻めてきたら。しかし、聴取の場に本当に子供たちを同席させるのですか。込み入った事情もあるようですが。場を借りているのだ。出て行けと言える立場ではあるまい。それに関わった以上説明をせねば彼らも納得がいかぬだ。ならば俺から直に聞いた方が良いはずだ。わかりました。ではまずあなたたちが何者であるか説明を聞かせてください。俺の名はルバイト、連れの名はイオスだ。共にリーンバウム自由騎士団の末席にその名を連ねている。リーンバウム自由騎士団。すごい。
すごいです！本物の自由騎士様に会えるなんて。あんたそんなことも知らないわけ？西王国に新しくできた使える主君を持たない騎士たちのことよ。ああもう。国の利益のためでなく、そこに暮らす人々の平穏を守るために、大陸全土の犯罪行為を摘発し、必要とあらばその剣を持って正す、それが自由騎士なんだ。ヒーロー？すまないが、僕にはちょっとよく意味がわからない。あんたのパパって時々出どころ不明な言葉使ってたもんね。こら、お前たち余計な横やりを入れるな。一応これは正式な事情聴取なんだからな。はい。失礼しました。では、あのアルバという少年剣士も？彼はまだ見習いだ。事情があって任務に同行させたが、途中予期せぬ事態が起こってしまったな。というと？軍属の機構ならば伝え聞いているはずだ。帝国領内にて赤き手袋が不穏な動きを見せている。巡回視察の旅の予定が急遽奴らの企みを調査することになり、その折敵と交戦する事態に陥り、そういうことだ。改めて礼を言おう。おかげで部下を失うことなく済んだ。なるほど、ここまでの経緯は分かりました。では、これから先はどうされるおつもりなんですか？今すぐにでも任務に戻りたいところではあるのだが。彼の怪我を見るにそれも難しいですね。しかし、ライン。そうだな。では今日のところは世話になるとしよう。よろしいのですか？ああ。逃げはしない。俺はあの墓の前で誓ったからな。